どうも、大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといった、チャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと、幸いでございます。はい、ということで今日も名盤についてご紹介するんですけども、今日は久しぶりに、松任谷由実さんの、名盤についてお話ししようと思いますけども、去年ですね、クリスマスの時期に、サーフ&スノーという、80年の名盤を、ご紹介しました。まああれこそ、ユーミンの、まあ、リゾートサウンドシティポップなんかの定番の、まあ、名盤だよなんてお話をしたと思うんですけども、まあその2年を遡りですね、今回ご紹介する名盤はですね、こちらですね、流線形80でございます。はい、まあこれこそ超名盤でございまして、名曲いっぱい入ってるんですけども、まあこの間紹介したその80年のサーフ&スノーというああいった、リゾート感、まあまさに松任谷由実さんといえばシティポップとかそういった部分の印象というものですね、まあ、形作ったと言っても過言ではないのがこの流線形80という僕はアルバムになってるんじゃないのかなというふうに、思います。今回はですね、こちらについて、アルバムの概要とですね、それからですね収録曲について軽くですねお話ししていこうかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合い願えればなと思います。ということでですね、今回この流線形80なんですけど、このね、まあジャケットのイラストが僕は個人的に好きなんですよね。あの時のないホテルっていうあの写真のイラストも僕は好きなんです。まあサーフ&スノーもねすごいいいんです。特にやっぱりこの流線形80のこの、イラストですね、矢吹信彦さんという方が、イラスト描いてますけどね、これですよね、コルベット、54年型モデルなのかな、一応このアルバムの曲としてもありますけれどもね、これがまたいいですよね。このイラストからも分かる通りものすごくですね都会的な部分っていうのをね連想させてくれるというかね、まあドライブソングとかそういった、まあまさにシティポップと言われるような、まあおしゃれで楽しげな様子っていうのがね、まあムーディーに演出されてるのかなと思いますけども、このアルバムが出されたのが1978年ということで、タイトルがですね流線形80なんですよね。でこの80っていうのはまあ80年代のことだと思うんですけども、まあそれこそ80年代に入ってからね、シティポップとかそういった、リゾートサウンドっていうのがまあいろいろ山下達郎さんもそうですけど大竹圭司さんとかも、まあそれこそいろんな人たちが南吉高さんもガーッと、杉正美さんでわーっと出てきたわけですよね。そういったところまあある意味このアルバムでは予言してるというか、2年後のねシティポップみたいなそういったシティ感っていうものをまあ予言してるんじゃないかというふうにね、あの結構言われるというか、まあまさにそういうまあ名盤だと思います。まあ70年代でもねそういったシティポップとかポップスとかねリゾートサウンドあったことはあったんですけども、まあそういったものが全面にフューチャーされてる名盤っていうのは数少ないのかなと思っていて、まあ80年代に入ってきてからのムーブメントとしてね、個人的にはまあ感じる部分はあるんですけども、まあ78年の時点でそういったものを体現してるユーミンはまたすごいなと、思います。同年にですね、あのベニスズメっていうアルバムも出されたんですよね。これはね割とコンセプトチックというかユーミンのなんかイメージとは違うようなちょっとダークサイドな部分っていうのが結構出てるような、まあこれも僕個人的に好きなんですけど、ちょっと実験的なまあアルバムを出した後になんかこうねユーミンらしさもうなんかど真ん中をこうど真ん中路線をですねなんか走ってきたっていうね、そういうイメージがありますよね。でまあねまさにこの、帯のキャッチコピーなんかでね、新たなる衝撃これこそ完成されたアルバムと言えるでしょうというね、もうまさにこれユーミンといえばというまあそういうなんかユーミンを聞くなら流線形80から僕は入ってもいいんじゃないかと、思うんですよね。でやっぱり個人的にもね、まあその松任谷正隆さんとね、まあ一緒になる前というかまあ一緒に関わってたんですけど、結婚なさる前とかは、まあその荒井由実時代ですよねっていうのはやっぱりこうまあ飛行機雲なんかからも分かる通りにちょっとやっぱりこうシティ感はもちろんあったんですよ。コバルトアワーとかそういうのもすごくまあポップス路線という感じだったんですけども、ただねちょっとやっぱりフォーク混じりな部分もねまあやっぱりあったのかななんていうふうに思っていて、なんかまあそういう意味でこうポップスに完全に振り切ったっていうのがなんかこの流線形80ユーミンといえばという部分がかなり織り込まれてる、まあ初期の名盤なんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでですね80年代の匂いっていうものをですねまあ70年代で結構まあ体現してるよと、いうことですよね。70年代っていうのはどうしてもフォークソングとかが主流になってきて、まあそれこそ学生運動とかそういったバトルシップな、世代というかちょっとこうやっぱり血気盛んな部分というかねみんなが真剣持ってるっていう部分がやっぱり強い僕のイメージがあってですね、そこから80年代に入るとですねやっぱりこうなんか娯楽であったりとかリゾートであったりとかそういったこう緩やかな部分っていうのが80年代としてのなんか僕は印象があると、まあそれこそまあバブルはもうちょっと後なのかもしれないですけど、まあだからそういう80年代っていうものをですねすごく匂わせてくれるっていう感じですね。やっぱり今までのアルバムと違ってものすごく
く、まあ、ユーミンのその詩人としてのですね、あの情景描写とか、そういったこの歌詞っていう部分でもものすごくこう幅が広がったような、個人的にね、そういう解釈が、しています。でね、やっぱりこの流線形80っていうこの詩の世界もそうだし、音楽の世界も、まあ、あのこれがあってからの、まあ、僕がこの間紹介したサーフ&スノーとか、ああいったものにこうなんか発展していくんじゃないのかなというふうに思うんですよね。まあ、割と全身的なポップスカルチャーというものを体現してるなというふうに思いますけども、でやっぱりね、アレンジも松任谷正隆さんのアレンジっていうのが凄まじいですね。やっぱりあの松任谷由実さんといえば松任谷正隆さんの、まあ、編曲とかね、あの、まあ、プロデュース力、アレンジ力全て含めて、まあ、なんかもうまさにカラーを作ってるというかね、まあ、音楽性としても非常にこうバリエーションにも富んでると同時にね、うん、もうまさにポップスっていう、なんかサウンド的にも、洋楽的な部分も感じられるし、 AOR を感じることもできると、いう感じですかね。うん、あと全体的に僕はあのブラスですよね、トランペットとかあのサクソフォンとか、そういったブラスっていうのが結構このアルバム一貫として、まあ、かなり重大な役割になってくるんじゃないのかなというふうに、思っています。まあ、あとですね、コーラスとかギターで、山下達郎さんが参加していたりね、あと、まあ、木杉貴雄さんとデュエットあり、まあ、木杉貴雄さんも、まあ、コーラスもやってたりとかね、うん、あと鈴木茂さんギター、ね、弾いていたりとか、まあ、結構やっぱメンバーもね、非常に豪華ですね。斉藤信さんパーカッションとかね、なのですごく、まあ、音楽というか、まあ、まさにこのクオリティなんかも めちゃくちゃ高いのかなというふうに思います。まあ、リゾートサウンドの魅力の先取りですよね。それで、まあ、ユーミンカラーっていうものが定着したような、あのアルバムなんじゃないのかなというふうに思います。で、あと、まあ、ラブソングがね結構多いので、まあ、サーフ&スノーなんかではもうね、恋愛の競争的な部分で言われてた、そういったものがこのアルバムからなもね、やっぱりわかるなというふうに、まあ、恋愛の競争たるゆえんが、非常になんか、垣間見えるななんていうふうに思います。この後は、まあ、収録曲について、ご紹介したいと思います。まず1個目、ロッチで待つクリスマスというね、曲でございます。まあ、サーフ&スノーもね、なんか夏と冬がすごくこう融合してたアルバムなんですけども、まあ、これのね、流線形もね、なんかちょっと、まあ、夏なのか冬なのか、まあ、冬がメインっちゃメインだと思うんですけどもね、うん、ちょっと夏っぽさもあったりとかしてね、まあ、でもまさにこのロッチで待つクリスマスっていうのはこう、まさに冬っていう感じですけどもね、まあ、アルバムの、まあ、これもね、一応クリスマスの定番曲でもあり、私をスキーに連れてっての、まあ、インストとしても、流れていたりとかしてですね、僕的にやっぱりね、こうアルバムの1曲目からね、こうバラードなんですよね。だからバラードを持ってくるっていうのも面白いなと、個人的に思っております。好きな歌詞がですね、ゲームにはしゃぐ人も炎を見てた人もいつか表に出て、熱のある日は部屋に残された、子供の私が蘇り座ってるっていう、この歌詞が僕は非常に好きなんですよね。チェンバロっていうんですかね、チェロっていうんですかね、あのちょっとなんか中世のこうなんか弦楽器みたいなののこのね、音色とかもすごい綺麗だなというふうに思いますね。続いて、また、これが、まあ、もう代表格というか、ユーミンのヒット曲でもあるという不当を渡る風、これはね、まあ、非常にね、まあ、名曲なので、特に、まあ、言うことでもないのかなというふうに思いますけども、シングルとしても、まあ、出されてたわけでございます。まあ、まさにこれは、今までのユーミンとはちょっとまた打って変わったような、まあ、アレンジであったりとか世界観ですよね。音楽的なアレンジなんかもものすごくやっぱりこう緊迫感があるような、ちょっと新しくこうなんか世界線を見つけた、松任谷由実さんのなんかイメージが、出てきます。やっぱりアレンジがねすごくいいですよね。贅沢なアレンジというかね、豪華なアレンジなんかが、やっぱりあるんですよね。壮大な部分っていうのがありますよね。このストリングスであったりとか、まあ、その、ブラス、ですよね。そういったものがこう見事にいい感じにですね、こう邪魔もせず、ただやっぱり曲を盛り上げる一つのね材料としての重大な役割っていうものをかなり担ってるわけですよね。やっぱり疾走感があるナンバーでですね、まあ、まさにこうドライブソングでもあり、シティ感ですよね。まさにアーバン的な部分がすごく感じられる楽曲ですよね。不当っていうのはこれ一応晴海不当っていう、まあ、東京湾の、不当のことを言ってるらしいんですけども、名曲だなというふうに思います。僕的にはB メロのですね、もうそれ以上それ以上っていうその、ところがね、ちょっとこうやっぱり落ちるところですよね。そのずっと疾走感があるこうちょっと緊迫感が漂ってたんですけども、そこがすごくねなんかいいですよね。でやっぱりこの曲のなんか、イントロであったりとかね、このブラスのねちょっとこうなんかサスペンス的な部分を演出させるような、ああいうメロディーラインの書き方もすごいなって思いますし、あとまあ低いブラスですよね、ブーっていうねバスブラスっていうんですか、なんかわかんない、そういうののまあ緊迫感っていうのも一つ、効果が出てるんじゃないのかなというふうに思います。好きな歌詞がですね、どう渡る風を見たのはいつか二人がただの友達だった日ね、今のあなたは一人傷つき忘れた景色探しにここへ来たのというね、その自分の感情と、まあ、その周りの不当 のなんか情景っていうものが見事にリンクする、まあ、それは松
そういう由美さんの、感情と、なんか情景描写の、なんか相互性みたいなのは、まあ、松任谷由実さんの魅力でもあったりするんですけどね、うん、非常に、まあ、あのシティ感がある楽曲ですよね。そしてですね、続いて、真冬のサーファーですね、これも名曲ですよね。これはね、山下達郎さんがコーラスに入ってるという楽曲で、やっぱりね、こう感想とかのコーラス聞いてると、もう山下達郎さんってね、やっぱりこう初めて聞いても多分わかると思うんですよね、うん、僕はもう前から聞いてるんですけど、やっぱこうその山下達郎さんの声とかコーラスっていうのはもう、まあ、まさにもう山下達郎さんカラーになるというかね、まあ、いい意味ですごくこう密着というかね、浸透してるんですけども、なんかやっぱり山下達郎が入るとなんかすごくこう豪華になるというか、格一段上がるみたいなね、なんかそういう、やっぱ山下達郎さんってそのコーラス声一つだけでこんなにもこうガラリと雰囲気変えちゃうんだっていうのがわかるというか、なんかね、千葉のどっかの岬がテーマになってるということでですね、こう真冬にサーフィンをする、好きな人をですね、まあ、遠くから見守る女の子の気持ちというね、ことがね、歌われてる楽曲なんですよね。好きな歌詞が、真冬のサーファーはまるでカラスの群れのようさ、灰色の、風しょって空へ漕いでいく、そういうね歌詞なんですけども、まあ、このカラスの群れっていうのはね、なんか今で言うとこうウェットスーツっていうのはいろんなカラーがあるっていうらしいんですけども、当時は黒一色っていうのが割とメインだったらしくてね、まあ、それをカラスという風に例えてるというね、なんかすごいですよね。そのカラスと聞いてね、ものすごくワイルドなイメージもあり、カラスと聞いてちょっとなんか、貧乏臭いイメージもあり、なんかいろんなものをこのカラスという言葉、見た目でカラスというそういった情景を切り取ってるのもすごいんだけども、そのさらに先にこのカラスという言葉から連想されるなんかポジティブな部分とネガティブな部分というのが想像力を膨らましてくれるというかね、やっぱりコーラスがすごいですよね。最後のですね、すごい、分厚くなってくるんですけどね、コーラスが、それもまたね、聞きどころだと思います。続いて静かな幻でございます。これは沢田研二さんへの、提供曲、でございます。実際にこれ沢田研二さんが歌ったのが、結構後なんですよね。89年、80年代後半とかだったと思うんですけども、この楽曲はね、まあ、割と、まあ、荒井由実時代のユーミンも、感じることができるというか、まあ、ユーミンに書かせたらお手のものだろというような、まあ、王道、バラードの王道というかね、すごくこうユーミンらしさというものが前面に味わえるという感じでね、まあ、名曲ですよねという感じですよね。楽曲のシチュエーションっていうのもね、まあ、テーマというかね、もうやっぱり、ユーミンらしいんですけども、まあ、レストランでね、昔の恋人が来ていてですね、誰か女の子と来ていて楽しそうにね、しているっていうのをですね、こうこっそり見ているという私のちょっとこう昔のこの恋愛というものを、なんか偶然ね、過去の恋人と出会って、あっちは気づいてないけど私は気づいてるという、そういった複雑な心境でね、なんかユーミンらしい世界観だなというふうに思うんですけどもね、まあ、いい歌詞がね、全てを分かち合い歩いた二人が今では柱越し別のテーブル、誰かとメニュー選ぶささやき、振り向く勇気がなかったというね、もうね、あんだけ一緒にいてもうね、テーブルも、密着していたのに今となれば柱の向こう側という感じですよね。なんかやっぱ世界観もすごくちょっと切ないというかね、うん、それこそなんかね、ちょっと松本隆さんらしいこうタッチでもあるななんていう作詞で言うとね、あとまあ竹内まりやさんの駅っていうのもね、なんかちょっと昔の恋人にね、駅のホームで出会ったみたいなね、そういうのもあるのでね、まあちょっとそれとは全然違うんですけど、なんかそういうものをこう連想させてくれたりもするという、まあこれまさに、まあメロディーラインもやっぱりユーミンにしか書けないもう最高なメロディーラインで、こう心に染みつく、名曲でございます。はい、そしてですね、魔法の薬、これもまたいいんですよね。まあまさにこれは、今までのこう結構バラード色が強かったもの打って変わって非常にこうポップス全開という感じの、楽曲でございますけども、これこそまさにブラスの効果というか、トランペットとかサックスのまあ効果っていうのが絶大な、楽曲ですよね。そしてまあギターのカッティングっていうのもすごくシティポップ感があり、まあそれと同時にですね、こうブラックミュージックな、グルーヴ感、まあモータウン的な部分、そういったものも感じることができると、なんかすごくまあ前向きな歌っちゃ歌なんですよね。なんかこう恋の応援ソングみたいな感じで、まあ歌詞の中で僕の好きな歌詞としてね、男はいつも最初の恋人になりたがり、女は、誰も最後の愛人でいたいの、だから所詮同じ気持ちで求め合ってると思っちゃいけないというね、まあまさになんかね、これこそまあ名言だなと、もともとオスカーワイル
ルドが、言っていた男は愛する女の最初の男になることを願い、女は愛する男の最後の女になることを願うと、まあ、これは結構聞く名言ですけどね、そういった名言が、入ってるよと、いう楽曲でございます。まあ、まさに恋愛の教祖と言われたるゆえんがこの曲には詰まってるのかなと思いますね。冷めたふりをして逃げ腰はダメよ、欲しいものは欲しいと言った方が勝ちというね、ものすごく前向きにしてくれる、まあ、その恋愛を応援してくれるというね、そういう楽曲でございます。続いてキャサリンですね、これもまたいいですよね。このアルバムの中で、まあ、よくそのいろんなアルバムっていうのもアルバムの中にちょっとこう、いびつな感じというか世界観がちょっとね面白いなっていう、まあ、アレンジ、音楽的なアレンジも含めてそういう曲っていうのが入ってるもんで、まさに僕はこの流線形だとこのキャサリンだと、思ってるんですけどもね、ちょっとワイルドな、なんか仕上がりになってるというかね、低音というかゴリッとした体格のいいベース音の、こう脇で鳴っているですね、ちょっとこうギターの特徴的なエフェクトサウンドっていうんですかね、ヨインヨインみたいな、ああいうのがすごくねなんか気持ちいいなと、思っている、わけでございますけどもね、確かこれ松原まさきさんのギターだったのかな、確か鈴木しげるさんだろうか、確かどっちからだったと思うんですけどね、まあすごく、名曲ですよね、ワイルドでございます。これはまあユーミンのね友達のキャサリンという人物をモチーフにしたということで、もうこれは不当渡る風の B 面になっているということでございます。そして続いて、コルベット1954というね、名曲でございますけど、これこそまさに、このアルバムの、ジャケットの、まあこれですね、この車ね、言ってるのかなというふうに思いますけども、これは木杉隆夫さんが、ゲストボーカルで、参加しております。すごくいいですよね、デュエット曲なんですけども、非常にやっぱり木杉隆夫さんが入ることによってね、すごくこうアダルティーな大人の世界観になっていると同時に、2人の特にユニゾンのところが、まあなんかこうユーミンのこう透き通ったピュアなさの歌声と、木杉隆夫さんの渋い、歌声っていうのがすごくいい化学反応になっていてですね、まあそれこそサーファーのスノーなんかでもね、岡田真澄さんと、恋人と来ないでという楽曲をね、歌ったり、デュエットしたりしてますけども、まあ、ユーミンといえばやっぱ結構デュエットっていうのもね非常に化学反応があって面白いなと思うんですよね。もう好きな歌詞もね、君の細い爪のような、ライトは、流線形、コルベット、1954、すぐに遠くへさらうよ、好きさ好きさ好きさっていう感じがいいね、と思いますけどもね、まあコルベット、1954、本当は1953だったらしいんですけどね、なんか歌詞的に語呂がねなんか4の方がいいだろうということで、54年型モデルになったと、いうことでございます。余計なことをしてないというかね、なんかすごく音楽的にもこうシンプルというかね、メロディーの展開もすごいシンプルで、まあ洋楽っぽさもあると同時にね、それがやっぱりかっこよさにつながってんのかなと思います。はい、そして入江の午後3時でございます。11枚目のシングルとして発売されたということで、まさにポップチューンですよね。これこそまあユーミンを感じる、今後のユーミンのこうポップチューンというか明るい曲というか、もうねすごい前進的な曲のまあイメージの、第一段階な気もしますけどもね、キャッチーですよね。うん、まあやっぱりねギターサウンドも鈴木さんかっこいいなと思いますし、どっちかというと夏ソングじゃ夏ソングなんですけども、これは三浦半島の油壺をですね、まあそこの入江のことを指してるなんていう風に言われてますけども、まあ油壺といえばね、平山美希さんのね、真夏の出来事も油壺ということでね、まあ全然関係ないのかもしれないです。でもドライブソングみたいな感じでいいですよね。続いて観覧車でございます。これ僕一番好きかもしれないですね、このあれ。まあ一番っていうかまあかなり好きなんですけど、失恋してすごく心が傷ついてる時に、まあ雪が降っているような冬にですね、閉園前の、観覧車に一人で乗るというですね、そういう、なんか切ない世界観の、楽曲なんですよね。で非常にこれは僕はね、その海を見ていた午後という松尾由美さんの楽曲なんかもあり、ああいうですねこう一人で何かこう自分の傷というものをですね、まあなんかこう受け止めたい時になんかこう行動する、そういった歌として僕は海を見ていた午後とかも好きで、なんかまさにそのなんかそういう属性の曲だと思うんですよ、この観覧車もね。なんか一人でレストランに行くでも観覧車に行くというかね、でなんかやっぱり海を見ていた午後っていうのもその一人に浸りたい時、なんかこうガシャガシャしたりとか誰かと会って喋るとかじゃなくて、一人でもとにかく傷をこう受け止めてあげたいって時になんかこう一人でぼーっとするような、そういうサウンドになっていて、まさに観覧車もそのサウンドですよね。染みるメロディーラインでね、すごく情景とかっていうものを連想させてくれるようなねメロディーラインなんですよね。好きな歌詞がですね、
まあ、空いた電車が住宅街抜けてひとしきり冬枯れを震わす、後に残った一人の足跡は、川べりの遊園地をたどるというね、歌詞なんですけど、これもねなんか、海を見ていた午後もねなんか坂を登って今日も来てしまったみたいな歌詞ありますけど、そういうまあなんか情景から入る歌詞っていうのが非常にいいなと思います。遊園地もなんか寂れた感があってね、灰色に全てが映るというか、そういうちょっと切ない描写っていうのが浮かびますよね。ピアノのポロンという音とかストリングスっていうものがこうね主張しすぎずこうね、ちょこちょこ鳴ってるっていうのが非常に僕は、なんか一人というこの切ない世界観にまさにこうなんか、メロディーと歌詞とが密着してるというかね、リンクしてる楽曲かなと思います。これ一応なんか世田谷のニコタマ園の観覧車という、まあ、昔あった、遊園地がモデルということになってるらしいんですけどね、鈴の音がねなんかシャンシャンシャンって入ってきたりする、そのなんかクリスマス感っていうんですか、なんかそこのちょっとこのなんかこのハッピーな鈴の音っていうのがちょっとまたこの暗い曲になんか入ることによってますますこうあーってなるというかね、そこもうまいなと思います。編曲が最後12回の恋人、でございます。これもちょっと悲しいんですよね、最後がね、最後はちょっとねなんか、ちょっとあれですけど、まあでもなんかすごくこれもねちょっと、フランスっぽい、なんか、シャンソンじゃないけどねちょっとそういう、音楽性になっていて、音楽性とてもすごくね、まあポップですよね結構 ねそういうナンバーでございます。最後のね歌詞にね、もしもあなたが目の前から消えてしまったら、ここは12階窓を開けて歩道をめがけ、紙のように舞うわっていうね、ラストがこう自殺を示唆する内容になってるというかね、なんかそういう飛び降りの予告が出てくるというね、ちょっと怖いという部分もあるんですけども、死生観っていうものもなんかあるという、そういう感性を持った、楽曲に仕上がってるのかなというふうに思います。なのですごいやっぱり、まあ今紹介しましたけど、この曲だけとってもすごいバリエーションがやっぱありますよね。なんか本当にね、まあ本当にあのハッピーな歌もあれば、最後の12階の恋人みたいな切ない歌もあると、まあこの観覧車から12階の恋人のこの流れがすごく悲しいんですけども、まあ非常にね名曲だと思います。結構音も楽しめるのかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。ということで今回は以上です。ありがとうございました。